時刻は23時30分を回ったところでございます。こんばんは、武田泉でございます。皆様お元気でお過ごしでしょうか。9月ももう半ば、本当に毎日毎日が早すぎてですね、もう年末がなんか見えてきて、私的にはちょっと焦ります。年内にやらなきゃいけないことがたくさんあるような気がしますが、今は考えないで集中していきたいと思います。皆様一緒に楽しんでいきましょう。それでは始めます。武田泉の深夜の定点観測。この番組はナレーター兼ライターの私武田泉があふれ出る好奇心に任せ、今まで体験したちょっと変わったことやどっぷりハマって足が抜けなくなってしまったことなどをがっつりとお話しする番組となっております。こんな夜分でも勉強にお仕事にまだまだ頑張ってる方、ちょっと人恋しいなと思ってラジオをかけてくれた方、もう悲願だしおはぎ死ぬほど食える嬉しいなんて思ってる方いらっしゃるかな。そんな方々の息抜きに、気分転換に、酔いざましに、眠気ざましに、軽い気持ちで聞いていただければと思ってやっております。おはぎね、あんまりたくさんは食べられないけどうまいよねと、まあそんな雑談もしつつ、ではそれではですね、前回前々回と平和を考える日っていう風な企画でやったためにないがしろにされたこのコーナーからやっていきたいと思います。世界は広いな、大きいな。もしかしたら初めて聞く人もいるかもしれないのでちょっと説明しますけども、ペルーをねずっと注目してやってきました。で、このないがしろにする前まではマチュピチュをがっつりやってたんですけども、マチュピチュも終わりまして次の土地に行くところでございます。ペルーといえばマチュピチュ以外に皆様思い浮かぶものはございますでしょうか。多分この地に行きたいという人もいるかと思います。今日からやるのはナスカの地上絵でございます。ナスカの地上絵ね、みんな興味ある人結構いるんじゃないでしょうか。私も行く前はねどんなもんかいなと思っていましたよ。イメージ的にはどうでしょう。やっぱりなんかでっかい絵っていうでっかいなんか一筆書きみたいな簡単な絵みたいな、子供の描いた絵みたいな、そういう感じのイメージじゃないでしょうか。私もそのような感じで行きました。ですので本日はですね、ナスカの地上絵に関しましてちょっくら説明をしていきたいかと思います。ナスカの地上絵なんですけども、このナスカっていうのはですね、ペルーの南部の方にあります地名でございますね。でここはですね、あの砂漠平原なんですよ。でこの砂漠平原に描かれた謎の巨大絵っていうのがまあ一応謎なんですよ。謎の巨大絵がナスカの地上絵というふうに言われているものでございます。まあ分かっていることから説明いたしますとですね、だいたい紀元前100年から紀元700年までの800年間ぐらいに、あのナスカ文化っていう文化があったんですって。まあ、この間あのインカ文明とか言いましたけど、それよりもっと前の話ですね。このナスカの地域に、まあ、ナスカ文化っていうのがあって、でその間に、まあ、書かれたものなんだろうというふうに言われているものでございます。ここ海沿いなんですね。海沿いなのに砂漠地帯という、まあ、ちょっと変わったところなんですね。海があるのに水がないというような場所でございます。カラッカラらしいっすよ。世界でも有数の乾燥地帯いいらしいです。で場所からまあちょっとざっくり説明すると、いつもまあ起点になるのがですね、首都のリマっていうところがあるんですけども、だいたいいろんな国からこのペルーに入るときにこのリマというところをまあ経由することが多いと思うんですけども、リマからの距離を言いますと、リマから南の方に向かっていくとあるんですけども、だいたいね、私はリマから車でバスだったんですけど、450キロぐらいなのかな、450キロで8時間ぐらいかかるんですよ。途中まあ大きな都市としてイカって不思議だけどイカ市っていうところをね経由していく形にはなりますね。でも8時間かかる。それがまあメジャーな行き方で、もう一個メジャーな行き方をするとすればですね、バス、やっぱりバスなんですけど、でピスコっていう街を経由するんですけども、ピスコから
フィスコまで3時間半ぐらい、それでもかかる、3時間半ぐらい車でかかって、その後飛行機で1時間半ぐらいかかるっていう、まあ乗り継ぎしていく方法ですね。でもこのなんだろうな、3時間半と1時間半だからさ、もう5時間かかるわけじゃないですか、飛行機使っても。でバスだけで行くと8時間、まあどっちがいいかっていうのはまた難しい問題になりますけれども、まあ、そんな感じで行ける場所でございます。今から、南へ450キロぐらい、こちらの砂漠平原にあるナスカという地域の地上絵でございます。このナスカの地上絵はですね、世界文化遺産に登録されております。1994年に世界文化遺産に登録されました。その時はですね、その登録名称っていうのがですね、ナスカとフマナ平原の地上絵っていうものだったんですけど、なぜかがわからないんだが、2016年に名前が変わったんですよ。ナスカとパルパン、ナスカとパルパの地上絵、ナスカとパルパの地上絵っていうのに名前が変わったの。なんでか全然わかんない。これ知ってる人いたらむしろ教えてほしいなと思います。なんか名前が変わってるんだよね。で私ね、このパルパの地上絵っていう名前に変わる前に言ってんの、ナスカとフマナ平原の、フマナ平原かな、ナスカとフマナ平原の地上絵っていう名前の時に言ってるんですよね。まあ場所的にはあんまり変わらないと思うんですけども。でちょっと調べたら、このナスカと今のね名前、パルパの地上絵っていう風に今なっていますが、パルパも地名なんですよ。なのでナスカの地上絵とパルパの地上絵っていうのが、まあ、正確にはあって、パルパはナスカの隣、北の方にあるらしいんですが、あまりなぜかメジャーじゃないんだけど、ここでもいっぱい地上絵が出てるんだって。ナスカの方が有名なのね、観光地的なものとして有名なのかよくわかんないんですけど、まあ世界遺産としては両方ひっくるめてということみたいでございます。で場所がそこで、どんな絵があるかっていうのもね、うっすら知ってるかもしれないんですけど、あっさり説明するとそんなんばっかりだな。だいたい3種類ぐらいの絵がございます、種類に分けると。で一つは動植物、まあ皆さんがよく聞いたことがあるのは、なんか犬とか猿とか鳥とか、そういう絵がね、だいたい70種類ぐらいあるらしいです。そしてよくわからない幾何学模様、模様ですね、これがですね、これになるともう700以上あるらしい。そしてさらにですね、なんか線っていうのもあるんだって。線だけ、線だけはもう無数で数いっぱいでよくわからないらしいんだわさ、っていう風に言われております。なんだけども、最近よ、去年2022年にですね、このナスカの地上絵がですね、さらに168点見つかるという歴史的びっくりするような出来事がございまして、もはやもうすごい数よなのでどんどん見つかるらしいんだよね。でなんで見つかったかというと、空から見る技術っていうのが発達したりとかですね、 AI を使ったりとかしながらですね、最近バカバカ見つかってるらしいんですよ。であまりに絵がでかいもんで、地上で見ても絵だっていう風に判別がつかないんですけど、空から見るといろいろ見つかったりとかするらしく、なんか気がついたらものすごい数になっていたということで、私も知らない168個が追加されておりました。ということでですね、もう時間がない今回はですね、このナスカの地上絵をもう概要しか話せませんでした。次回はですね、またもうちょっとどんな風に書いたのかなとかね、そういう話とかもしたいかと思いますので、お楽しみにしていただければと思います。武田泉の深夜の定点観測。みゆきさん、いつでもツッコミ待ってますのコーナーでございます。このコーナーは私が生涯愛してやまない、日本を代表する歌姫シンガーソングライター中島みゆき様の曲をまるまる一曲かけているコーナーでございます。私の雑談なんかも話しているコーナーでございます。本日はですね、何の話をしようかと思いまして、9月の頭にね、私の誕生日があったんですよ。まあそれはどうでもいいんですけど、でちなみに9月5日なんですけど、私生活があまりに乱れきっているもので、今日は何月何日だったかしらって分かんなくなっちゃうことがよくありまして、日めくりカレンダーっていうのを使うようにしております。カレンダー
一枚一枚めくればさ、とりあえず今日が何日っていうのを朝認識できるじゃないですか。ということを考えまして、日めくりカレンダーを使っております。それでまあ毎日ね、ちょっと楽しいんですよ、あれめくるのも。で、9月の4日になりまして、ああ、明日は誕生日だなっていうふうに思ってたの。で、9月の5日の朝にさ、おお、いよいよ誕生日だ、めくるかーと思って、えいってめくったらさ、9月6日になっちゃったの。私の誕生日どこ行っちゃったのと思ったら、2枚めくってたっていう、まあそれだけの話なんですけど、結構悲しいっすよ。なんか、やっとこう、誕生日始まるなーって思ったら、ないのね。そういうことってさ、たまたまある、わかんないけど、あって、なんすかね、めくっちゃってなくなっちゃったとかっていうのはもう、私のミスでしかないわけなんですけども、たまにさ、飛行機とか乗ってるとさ、海外行ってさ、帰ってくるときにさ、丸々一日なくなっちゃったりするっていう、時差攻撃っていうのがたまに起きるんですわ。例えば9月4日に飛行機に乗って、日本に着いたら6日だったみたいな、遠いとこ行くとそういうことあるんですよ。っていうのをちょっと思い出したりとかしましてですね、今日は何の歌にしようかなと思ったんだけど、まあ、暦絡みでカレンダーとかにしようかなと思ったんだけど、カレンダーは夜会専用の曲でですね、夜会の時には歌ったんだけど、ビデオとかしか収録されてないのでかけられないし、まあ、カレンダー使った曲は結構あるんだけど、今日かけるのは、まあ、これもね、夜会の中で使われていた曲なんですけれども、選びました。紹介します。中島みゆき、暦売りの歌。お聞きいただきましたのは、中島みゆき、暦売りの歌でございました。曲の説明いたします。2009年11月1日、中島みゆき通算36枚目のオリジナルアルバム、ドラマの9曲目に収録されている曲でございます。シングルカット等はございません。で、この曲はですね、もともと夜会のために書き下ろされた曲なんですよ。なので、その夜会っていうのはですね、2008年11月に、行われました、初演で行われました夜会ボリューム15、夜物語元祖こんばんや。このこんばんやっていうのは、漢字で書くと今晩なので、今の晩ですね、昨晩今晩の今晩ですね。にやは屋号のやなので、屋台のやとかですね、こんばんやっていうのが、2008年だったんですけど、翌年の2009年にすでに再演みたいな形で、行われるんですが、これが、夜会ボリューム16、夜物語本家こんばんや。気づきました？さっき元祖こんばんやだったの。それで次の年が本家こんばんやになってるんですね。これ本家が先か、元祖が先かっていう、まあ問題があるじゃないですか。まあその辺を皮肉って、つけているような気がいたします。で、まあ大筋っていうか、ほとんどストーリー的には同じなんですけれども、このこんばんやシリーズですねは、もともと森鴎外の山椒太夫というお話があります。このお話をモチーフにして、みゆきさんがオリジナルの、まあ、ミュージカルというか夜会に仕立てたものでございました。まあ、山椒太夫でピンとこない人は、もしかしたら安寿と寿司をというふうに言うとピンとくるかもしれません。内容を説明するとちょっと長くなるのでですね、今回はちょっと割愛させていただきます。で、この、夜会の時はなんですけども、みゆきさんはこの暦売りの歌を歌う時は本当に暦売りの役だったんですよ。で、この山椒太夫が多分平安時代後期の話ということなので、多分平安時代なんでしょう。で、とあるお寺の前でみゆきさんが物売りなわけですよ。それで荷物をこう風呂敷っていうかね、布にくるんで背中に担いでやってきて、それでそのお寺の前で広げて並べて売るという、その中にまあ暦があって暦売りの歌を歌ったりとかもするわけです。だけども、まあ、基本的にはちょっとこそ泥なのかな、そのお寺から盗んだものを売ろうとしたりとか、まあ、そんな感じの役でございました。まあ、でも暗い役じゃなくて明るくやる感じですね。そのような役で、まあ、山椒太夫にはそんな役出てくるのかな、ちょっとわかんないんですけど、まあ、割と前半に出てくる、キャラクターでございました。他にもみゆきさんはいろんな役をやっているわけなんですけれども、
で、この夜会はですね、面白いことにですね、歌もセリフも七五調で作られていましてですね、聞いてる側が耳になんか独特のフレーズで、楽しめる感じのものでございました。で、この夜会はですね、ほぼ全てがオリジナル曲で作られていて、新曲は30曲以上使われていたというふうに言われております。今日は私が9月5日を失ったことで選曲いたしました。中島みゆき、こよみゆりの歌でした。武田泉の深夜の定点観測。書いたから読むよのコーナーでございます。このコーナーは私の究極の自給自足のコーナーでございます。自分で書いた作品を自分で朗読しております。今回は動物ネタでございますね、このシーズンに少し合わせて書いてみました。よろしかったらお耳を拝借いたします。それは私が昔飼っていた犬の話。小さくてパンダみたいに白黒でふさふさしてて、目が大きくてちょっと鼻が低めのあの子。もうすぐあの子の命日がやってくる。ちょうどお彼岸のこの時期だった。あの子と別れてからの私の落ち込みようはひどかった。あまりに引きずるものだから。気持ちはわかるけど、あまり執着するのはよくないよ、と知人に注意を受けた。死んだペットが寂しがって悪さをするんだそうだ。私を思って言ってくれているその人の言葉は理解できた。でも私は気持ちのコントロールが上手ではない。忘れられるなら忘れたいという気持ちと、忘れたくないという気持ちが交差していた頃、私はあの子と歩いていた散歩道を一人きりで歩くようになった。健康のためという安い言い訳を作りながら、多分あの子と歩いていた時間を失いたくなかったのだろう。初めの頃は一人が寂しすぎて泣きながら歩くこともあったが、いつの間にかその言い訳が本当になって、私だけのための日課に形を変えた。1年目の命日のことだった。いつものように一人散歩をしていると、何かにつまずいて転びそうになる。振り返っても何もない。何もないところでつまずくとは情けないなぁと苦笑いが出た。だがそれは、それで終わらなかった。翌年の命日、私はまた同じ場所でつまずいた。あれ？確か去年も。同じような感覚だったのを思い出した。まるで紐にでも引っかかったような感じ。振り返ってもやはり何もない。おかしいなあ。そしてその翌年、さすがに連続でつまずいている私は、その場所を通るとき、いつも以上に注意深く歩を進めた。ああ、やっぱり偶然か。今年は大丈夫。と安心した途端、またつまずいた。え？なんで？そのとき、知人の言葉を思い出した。寂しがって悪さをする。
もしそうだとしたら。悪さをされることより、あの子が寂しがっていることの方が耐えられないと思った。あの子の記憶がものすごいスピードで鮮明によみがえり始めた。そして一つのことに気がついた。つまずいたこの感覚。これは、散歩中にあの子がはしゃいで駆け回り、私の足にリードが巻きつく感じだ。確信した。きっとあの子がいる。私は身を立て直して振り返り、姿の見えないあの子を見つめた。そして私は次の年の命日から、この場所に着くとこう言う。お待たせ。お散歩行くよ。その年から、私はつまずくことがなくなった。あの子の感覚がなくなったのは寂しい気もするけど、きっとあの子は私の横を、尻尾を振りながら歩いている。まんじゅしゃげを眺めながら、一年に一日だけ、あの子と歩ける幸せが、まだここにある。あっという間の30分間楽しんでいただけましたでしょうか。ね、今年は夏が長かったのでだいぶやられがちに私もなりましたし、そういう人も多かったんじゃないかというふうに思います。秋の夜長をね、今日か楽しんでいただけてればいいなというふうに思っております。30分楽しかったかな。ということで、番組ではお便りを募集しております。皆様のお便りぜひぜひ送ってください。最近あんまりちょっと読めてなくて申し訳ないですが、読んでますよ。きちんと読んでますし、目も通してますので、それでお力をいただいております。ぜひお便りください。アドレス申し上げます。 kame_step@yahoo.co.jp kame_step@yahoo.co.jp となっております。こちらの方にどんなお便りでも構いませんので、ご連絡いただければと思います。またコミュニティ FM 防災アプリレディモを入れている方もメッセージとから、送れると思いますので、そちらを使って送っていただいても、届くようになっております。それからラジオ川越の YouTube ラジオ川越チャンネルっていうのを、検索していただくとですね、そちらの方に私の番組の聞き逃し配信の方もアップされています。ですので、聞きそびれちゃったなと思う方はそちらを利用して聞いていただければと思います。私個人的にも書いたから読むよのコーナーだけをアップしている、YouTube があります。こちらは武田泉ラジオ、武田泉ラジオという風に YouTube で検索していただけると出ると思いますので、よかったら聞いてみてください。最後のご挨拶させていただきます。これから始まるあなたの一日がとにかくハッピーでありますように、私お祈り申し上げております。何かね、涼しくなって動きやすくなって、いろんなことができると思います。夏を取り戻す感じで、疲れてた方はゆっくり休んで秋を楽しんでいただければと思います。それではまた次回までお待ちください。元気でね。バイバイ。お相手は武田泉でした。